はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。今日はですね、2022年の6月8日水曜日でございます。今日は今からですね、東京ディズニーシーに行きたいと思います。あっという間のですね、6月になりまして、徐々にですね、パークの来場者数もね、増えてきましたね。ただですね、もう梅雨入り発表されましてですね、もう今日も30ぐらいから雨になるんですけれども、今日はですね、6月上旬、そして梅雨入りした東京ディズニーシーの混雑状況を皆様にご紹介していきたいと思います。少しずつ人数は増えてきたとしても、梅雨の時期はね、もうやっぱね、雨ですから、そこまで混まないんですよ。ですので、もし6月中にインパされる方はですね、ぜひこの動画を参考にしてパークを巡ってみてください。それではですね、早速東京ディズニーシーの中入りましょう。ディズニーシーのエントランス到着しました。今9時10分です。今日はですね、8時15分にパークオープンしたみたいですね。もうこの辺にはほとんど並んでません。持ち物検査も3分ぐらいで行けちゃうかな。9時10分のエントランスです。5分ぐらいですぐパークの中には入れる感じですかね。ただ要注意なのがですね、今現在修学旅行生がめちゃくちゃ多いので、もし修学旅行生とこの持ち物検査かぶってしまうとね、もうかなり入園まで時間かかりますので、そこはご注意ください。はい、東京ディズニーシーの中入ってきました。そしてね、非常に残念なお知らせがあります。今9時20分なんですけれども、なんとすでにですね、シャイニングビズユーラインカットだそうです。やらかしましたね。最近ね、めちゃくちゃ早いですからね、要注意ですね。ちなみに今日はですね、8時45分にラインカットだったそうです。オープンしてたった30分でラインカットです。皆さんぜひね、参考にしてくださいね。いや、かなり厳しいですね、30分でラインカットか。はい、とりあえずですね、もういきなり朝やることなくなっちゃったので、今ショップに行ってですね、20周年グランドフィナーレグッズ買いました。欲しかったやつがね、まだ残っててよかったです。で、一応6月に入りましたからね、かなり緩和されたと思うんですけれども、今日も結構混んでそうですね。もうシャイニングウィズユーもたった30分でラインカットされてしまいましたし、今ね、エンポリオ行ってきたんですけれども、レジにね、10分ぐらいかかりました。めっちゃ行列でしたね。で、なんかあれですね、学生っぽい方が多い気がします。制服ではないんだけども、なんか大学生だか高校生だか、そのぐらいの年の子が多いような気がしますね。今ですね、アプリでソアリンの待ち時間見たんですけれども、110分待ちになってました。もう普通に日曜日レベルですね。だけども、これはね、理由がありまして、今どうやら片側しかやってないみたいですね。まあ、今日限定なのか、数日間メンテナンスでやるのかわからないんですけれども、とりあえず今日はですね、片側しかやってなくて、ここまでね、今列が来ちゃってます。110分待ちです。なので、まあ、今日だけだったら全然いいんですけれども、もしかしたら片側しかやってない可能性あります、メンテナンスで。なので、そうなるとですね、もう進む時間も倍かかりますので、今日みたいに平日でもね、110分とかいっちゃうわけですね。でも一応ですね、5月19からですね、このソアリンは、ファストパスの有料化バージョンですね、ディズニープレミアアクセスというのが始まりましたので、ぜひそちらもですね、利用してみてください。2000円なんですけれども、もうスムーズにですね、プレションのところまで行けちゃいます。で、詳しくはですね、もうすでに利用した動画投稿してますので、そちらの方をご覧ください。それではですね、まあ、先ほども言った通り、8時45分にもうシャイニングビズユーラインカットされちゃってるんですが、とりあえず最後尾がどの辺なのかっていうのだけ見に行こうかと思います。あとですね、6月の7日、昨日ですね、公式で発表されたことなんですけれども、かなり要注意なことがございまして、今現在はシャイニングウィズユーからビッグバンドビートまで初回ですね、はしごをすることができるんですよ。シャイニングウィズユーを見た後にビッグバンドビート行っても自由席取れるんですね。だけども、7月からですね、それが不可能になりますので、ご注意ください。7月以降はシャイニングウィズユーかビッグバンドビートか、初回のですね、自由席を選ぶ必要があるわけですね。いや、これはね、結構痛いですね。この辺には最後尾ないですね。ここら辺にめっちゃいます。まあ、ゆっくり来たジョマジョも悪いんですけれども、いや、残念ですね。
これで抽選も外れたらもう今日は何しに来たんだって感じになっちゃうので。そしたらですね、とりあえずシャイニングウィズユーが見れないので、軽くこの辺ぐるっと散歩したらビッグバンドビートの初回行こうかなと思います。今ですね、アプリでアトラクションの待ち時間見たんですけれども、ソアリンが120分待ちになってました。やっぱ片側運転はやばいですね。平日でも120分行っちゃいます。一番人気がソアリンですね。まあ片側だからってなりますよね。これが2つ起動してれば60分待ちぐらいだと思います。で、次に人気なのがタワーオブテラーが60分待ちですね。まあ、絶叫系が混むってことはそれだけ学生とか、また修学旅行生が多いってことでしょうね。で、次に混んでるのがトイストーリーマニアが45分待ちですね。で、その次がセンターブジアス35分。で、今ロストリバーデルタにいるんですけれども、インディージョーンズとあとレイジングスピリッツ25分待ちですね。まあ、一番混雑してる時間帯でこれなので、まあ、お昼以降はかなり少んじゃないでしょうかね。トレイルはミッキーが40分、ミニーが35分になってます。ユカタンソーセージドッグの列がすごいですね。今結構学生が多いので、こういう軽食系が混みそうです。レストランは比較的すぐ入れるんですけどね。そしてインディーの列がなかなかです。でも一応25分待ちです。ちなみにですね、今エントリー受付やったんですけれども、なんと全て外しました。いやー、シャイニングのね、重責取れなかったのは非常に残念ですね。かなり痛いです。今10時ちょうどですが、ターキーレッグもかなりの列ですね。でこういう軽食系が混むようですのでご注意ください。それにしてももうマジでやることがなくなってしまいましたね。エントリー受付外れてしまうとやばいですね。まあ、これは確実にビッグバンドビートの自由席は見たいところです。ただですね、12時ですからね、さすがにまだ並ばなくてもいいと思います。シャイニングウィズユーが終わりそうな頃に行きましょう。ここに見える長蛇の列はアブーズバザールですね。で、今ですね、話題になってるんですけれども、このアブーズバザールめっちゃ難易度上がりましたからね、そこご注意ください。どういうゲームなのかっていうと、穴が3つ開いてまして、そこにボールを転がして入れるってやつなんですね。だけども、その穴の周りにプレートがあるんですが、それがね、今現在めっちゃ高くなったんですよ。なので穴に入る前に弾かれちゃうんですね。今までの倍ぐらいの高さにプレートを増量してますので、ご注意ください。レイジングスピリッツが30分待ちになりました。10時5分です。30分待ち。6月に入ってからかなりグリーティングもですね、昔のパークみたいになってきました。今現在ここにですね、デイジーがいます。であそこにはジャッファーがいますね、門の下に。もうこういうところでもね、もうグリが行われるようになりました。かなり人気ですね。アラビアンコーストはこの辺はかなり空いてますね。マジックランプシアターもそのまま中行けるみたいです。また最近はですね、梅雨の時期に突入したっていうのもあるんですけれども、結構肌寒いんですよね。ジョマジも今長袖なんですけれども、先週まではね30度行ってたんですけれども、今日はなんと18度しかないので、結構着る洋服とかね、注意した方がいいですね。夜はめちゃくちゃ寒いです。なんか冬に戻ったんじゃないかぐらいのねレベルですので。最近再開したノーチラスギャレーがめっちゃ混んでます。もう最後尾が向こう側行ってますね。アトラクションより全然並んでると思いますね。40分待ちぐらいでしょうか。ここではですね、20周年のカクテルとか、あと餃子ドッグが食べれます。でボルケーニャレストランとか、今ユカタンベースキャンプグリルとかも見てきたんですけれども、めっちゃ空いてました。もうレジまでそのまんまなんですけれども、こういうですね、餃子ドッグとか、先ほど見たですね、ユカタンソーセージドッグとかね、あとはターキーレッグとか、やはりそういう小物系が結構並ぶみたいです今現在。ぜひね、参考にしてくださいね。かなり要注意ですよ、こういう系は。センターブジアースです。
10時15分で今35分待ちですね。一番混んでる時間でこれだけなので、おそらく12時以降ぐらいにはもう15分待ちとか20分待ちぐらいにはなってるかもしれません。すでに2万マイルは5分待ちになってます。もう今日は朝からずっと5分ですね。2万マイルは、タイムトゥーシャインとか早計が終わり始めたら若干混むかもしれないですね。それでも最長でも15分ぐらいだと思います。ソアリンの列が一気に半分ぐらいになりましたね。さっきここの橋の向こう側まで行ってたんですけれども、もう今は橋の手前ぐらいです。で、待ち時間もですね60分待ちなので、おそらく両側運転になったのかな。50分待ちになってます。朝の120分待ちは何だったんでしょうね。おそらく両側運転になったからだと思うんですけれども、今日だけの一時的なものだったみたいです。でも先ほどまでの待ち時間を見て、多分プレミアクセス買った方めっちゃいると思うんですけど、ちょっとかわいそうですね。おそらく夜にはもう両側運転ですから20分ぐらいで並べるようになると思います。さあ、さまざまなあふれる思いを私たちキャストと一緒に輝かせましょう。タイムトゥーシャイン、20周年の冒険とイマジネーションの海で心輝く一日をお過ごしください。良い旅を。今ビッグバンドビートに向かってたんですけれども、なんか途中でディズニーアンバサダーの挨拶がありましたね。最近やってるんですかね、グランドフィナーレになって。ちょっとジョマジ的には初めて聞いたんですけれども、びっくりしました。今10時35分です。そろそろシャイニングビズユーが終わるので、BBB に並ぼうかなと思うんですけれども、まだ大丈夫そうですね。1列だけしかできてません。ちょっともうちょっとこの辺を探索してからまた来たいと思います。10時半現在まだ大丈夫です。今10時37分ぐらいです。トイストーリーマニアが45分待ちになりました。で、今度ですね6月10日からなんですけれども、こちらトイストーリーマニアもプレミアアクセス導入されますのでご注意ください。今日は結構家族連れも多いみたいです。ちなみにこれもですね最近出た情報なんですけれども、6月下旬からですね、子供料金4歳から11歳までがですねなんと半額になりますので、そこも結構要注意ですね。6月下旬は子供連れがかなり多いかもしれません。10時40分です。タワーブテラーが55分待ちです。ずっと55分から60分ぐらいをぐるぐる回ってる感じですね。おそらく11時以降ぐらいにかなり修学旅行生入ってくると思うので、これからもうちょっと混むかもしれませんね。では今10時50分になったんですけれども、そろそろビッグバンドビート並びたいと思います。そろそろですね、おそらくシャイニングウィズユーが終わって混み始める頃だと思いますので、混む前に行っちゃいましょう。今11時50分にオープンしました。で、どうやらですねまだキャストさん中入れてますね。11時50分でもまだ中入れるようです。今ビッグバンドビートが終わりまして12時50分になりました。だいぶ混んできましたね。もうご覧の通りですね、こんな感じで修学旅行生が一気に増えました。だいたい11時以降ぐらいにですね増えてきますので、ここら辺のアトラクションとかはですね結構要注意ですね。そしたらですね一回ジョマジ仕事なので家に帰りたいと思います。で、また 2,3 時間後ですね、仕事が落ち着いたらパークに戻ってきたいと思いますので、動画もですね結構長くなっちゃうので前半後半で分けたいと思いますのでね、とりあえず前半これで終わりにしたいと思います。後半の映像気になる方はですねまた明日投稿したいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは一回終わりにしましょう。ジョマジでした。バイバイ。